にちは、中野は明憲です。こんなタイミングになってしまいましたが、皆さんはお元気にお過ごしでしょうか。グレイテストヒッツフロムミュージカルムービー、このコンサートが5月15日土曜日オーブにて行われます。僕は1日限りの出演なんですけれども、今回大好きな曲を歌わせていただくことになりました。ちょうど今年50周年を迎えるそうです。あの伝説のバンドクイーンのボヘミアン・ラプソディを歌わせていただきます。オーブという劇場でこの僕の大好きな曲を歌えるのは本当に楽しみなことです。そうですね、かれこれ10年以上前にこの曲を初めて歌い、そして様々な場所で様々な編成で歌わせていただく機会がありました。50周年というクイーンの記念すべき今年、そして映画などでもこのボヘミアン・ラプソディが話題になり、本当にたくさんの方がこの音楽、クイーンの音楽を愛しているんだなということを実感します。そんなタイミングで大切な曲を僕も本当に心を込めて歌いたいって思っています。今回ご出演される皆様もそうですけれども、関わる全ての方々が一生懸命本番に向かってリハーサルなどをされています。僕自身もそうです。ぜひ配信でもこのコンサートはご覧になれます。5月15日土曜日17時30分開演です。ぜひ皆さん配信を通して、または劇場などで私たちの頑張りをぜひ見届けていただけたらと思います。オーブで待っています。中川明憲でした。